はい、皆さんこんにちは、村長です。2ヶ月ぐらい前に開発したチャット GPT でメロディーを作るというソフトですね。まあなかなか皆さんに浸透するところまでは行っていないんですけれども、たまにですね、僕自身もチャット GPT がどのぐらい賢くなっているか、そういうことをやるために何週間かに1回このようにして実験をしています。今回はクイックメロディープロンプト生成というところで、日本の小田和正さんのさよならをイメージした曲、このような形でプロンプトを作ってみました。それで希望小節は32ということなんですけれども、結論的に言いますと16小節しか作らなかったです。でもそれはそれでかなり進化していまして、この右側に出ているこのコードですね、このコードをコピーしまして、そしてミディにしたものがあります。このソフトはこの GPT メロディープレイヤーというのにですね、クリップボード貼り付けと、こういうふうにするときれいに整形をしまして、セーブミディ、これからやったやつです。これをしますとこのようにダウンロードホルダーに保存しまして、これができたミディです。ちょっと聞いていただきましょう。はい、こんな感じにメロディーができているわけです。それを DAW に持ってきまして、そして Easy Keys、 ここのところに持ってきましたら、このようなフレーズを作ってくれました。ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じにできました。それをですね、どうしたかというと、コード進行を出すためにこのトラック2というのを作りまして、今度は白玉和音、これで演奏をするようにしてみました。はい、それをこのようにですね、コードトラックに引っ張ってくると、この後いろんなものに使えます。はい、このようにコード進行ができるわけですから、例えばここにユージャムのアンバーというギターですね、これにちょっと消しまして、このコードトラックをピュンと引っ張ってきますね。そしてアンバーだけをソロにしまして、これで鳴らしてみましょう。はい、こんな感じにギターなんかも入れれるわけです。そして先ほどミディにした音符ですよね、これはどのようにしたかというとですね、先ほどのトラックを持ってきます。これをですね、ここに持ってくるわけです。ちょっとメロディーだけを流してみましょう。このようになりました。これにですね、ドラムをつけて、ベースをつけて、そしてイージーキーも入れてみましょう。イージーキーは先ほどですね、このように白玉になっていましたが、トラック1はこのようにフレーズが入っていますので、これで聞いてみましょう。
はい、こんな感じにですね、チャット GPT が作ったメロディーですね。これがこんな風な楽曲というか、まあサンプルとして成立するというような感じでですね、以前よりもまたちょっとですね、メロディーの出し方というかですね、提案が良くなってですね、なんとかこう音楽として聴きやすくなった。そんな感じですので、皆さんも一度ですね、僕のソフト無料ですので、チャット GPT と組み合わせて使ってみたりして、またご意見などありましたら教えてみてください。村長スタジオでした。